俳優のあのね仕事出たんだね本当に舞台何こんな本格的なの。まあまあそうだよ、絶句出てるんだからそりゃ何先生医者役なの。はい演技してるやん、演技してるじゃん。めちゃくちゃ怒られます。はい、始まりました。こちらね、さ、藤川さん、そう言ってたさ、はい、まあ一回お蔵入りにしてるやつだけどさ、これで、はい、俳優のあのね仕事出たんだね。本当に舞台の出るって言ってて、はい、結局撮ってはいたんですよ、その絶風出るっていうやつで。そう撮影して、でもまあやめましょうっつって出さなかったじゃないですか。で、はい、舞台結局出たんですね。一応出ました。はい、なんか演劇が好きだったんで、うん、でストレス発散にもなるし、うん、そうなんだ、ストレス発散になるんだ。いやそれで出るっていうのは知ってて、であの日付もさ時間も宣伝する動画撮ったけど、はい、まあ出さなかったですね結局。はい、絶対主催者側は出してほしかったと思うんだけどね、宣伝だから。へえ、そうなんだ、うん、え、これだから今さ、これ有料で見れるってこと。これ今有料で見れるんで、うん、見れます。じゃあ CM しておきますよ、ちゃんと。すごい見ると思うよ、したら見れるけど、うん、もうこのチケットは売ってないです。どういうこと。視聴、なんだっけ、オンラインチケットみたいなやつはもう、じゃあ見れないじゃん。終了してます。じゃあ見れないじゃん。そうなんですよ。見れないじゃん。じゃあ、はい、見れる方法ないの。じゃあちょっと私は見ますけど今、はい、ちょっと見ようよ、そしたら。そうなんだ、もうまあちょっと、じゃあそのしょうがない、したらなんで写真だけで見るしかないよね。はい、何こんな本格的なの。なんか、はい、そうでした。まあまあそうだよ、絶句出てるんだからそりゃ。え、これ何、結構長い時間出てんの。5分です。5分、5分から10分の短編演劇っていう感じの、うん、ちょっと出てきたところでさ止めて何先生医者役なの。はい、めちゃめちゃ医者役やんセリフはあります、あります。でもここはなんかできる医者風に演じてるっていう。お、別に何も喋んなかったもん最後の方。よかったね。やっぱり次の登場シーンまでちょっと飛んで待ってみますか。うん、でもこの曲の元ネタとか知らないでしょ、多分。知らないです。やっぱり知らずにやったのね。白い巨塔の曲じゃん。こうやってやってる。なんで、いつの間にこんなになってたのよ。いや。てか、ブルブル震えちゃってさ。笑いますよね。ブスってやっちゃったら、どうしようって。演技してるやん、一応演技してるじゃん。5年やってたんで。そうだよね、演劇やってたもんね。まあね、パパにも言われたよ、お前の人生に失敗はない終わりですね。うん、ちょっとまあこれね、どうしてそうなったのかを、なんでそんな俳優やることになったんですか。演劇、まあ俳優っていいんだよね、演劇は。俳優というか、今演劇です、うん、なんでそれやることになったの、それは。きっかけは、きっかけはまあ普通に演劇部に入っ、うん、まあ大学の演劇部に入ってて、うん、で、まあ、学生主体のイベントみたいな、うん、で、演劇部に声がかかって、うん、こういうのがあるけど出てみませんかみたいな。へえ、それで話が来てやりますって言って、え、出たの、その1個だけ。あ、僕、はい、そうです。はあ、それ何、どうやって決まったの、それに出るっていうのは。オーディションで。オーディション？はい。あ、そうなんだ。オーディションがあって、うん、人生初めてのオーディションでした。そういう感じだったんだね。オーディションだったんだ。はい、全然想像もできないわ。え、で、医者役やりたいですみたいな人がいたわけ？それともなんかいろんなのがあってその中で振り分けられたって感じ。うんうんうん。なんかじゃあオーディションでは何をやったの？一番最初のオーディションでは。うん、なんか書類選考と、はいはいはい、書類選考、なんでこれに参加しようと思ったのかみたいな、うん、面接みたいな、うん、いやあれはなかったの、 YouTube 出てますみたいな書かなかったの、履歴書書かないでないんだねそれで、はいはいはい、じゃあ誰も知らないわけ。一人知ってる。あ、一人知ってる人いたんだ、はい、あ、出てる人だよねって。はい、あ、そうなったんだ。それでそれ で一次選考通ったわけだよね。一次選考通って、はい、で、まあ29人いるんですけど、うんうん、
29人に、うん、役が割り振られ割り当てられ割り当てられた割り当てられる、うん、バーって、うん、まあ演出、まあ、監督みたいな人が、うんうん、で君は医者だってなったの。はい、なんか医者っぽいから医者でって言われました。演技のなんかないの、オーディションは。演技のやつはないんだ。あ、一番最初ありました。何やったんですか。喜怒哀楽っていうのがあって。どうぞ。いやいやいや、嫌です。どうぞ。嫌です。どうぞ、喜怒哀楽。喜怒哀楽をやったの。まあ、僕は、はい。それでいいねみたいになったの。あ、そうなったんだ。喜怒哀楽で、喜怒哀楽、うん、で合格して。はい。じゃあ練習はどんな感じだったの。あの稽古です。まずで、そうそう、セリフあって、まあ最初は、うん、なんかもう演技の基礎レッスンみたいなのがあって、うん、ああ、そうなんだ、うん、僕それ基礎レッスン参加してないんですよね。してないんかい。なんで、なんで特待生みたいな、何それ。いや、なんかいろいろ忙しくて、あの時は、うんうん、そこに出ていなかったわけでね。はい、なるほどね。出てなくて、まあ出てなくて、うん、まあ、本格的な稽古、うんうん、から参加した。から参加して、なんだそれ。ちょ、読み合わせとか。あ、本の台本あるわけでしょ、当然。はい。ちょ、なんてセリフだったっけ。医者のですか。うん、忘れた。もう忘れました。あ、いや、覚えてますよ、うん、ちょっと待ってください、うん、これ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 、こうやってする。あ、僕初めての手術だから、オペ想像するだけ手がブルブル震えちゃってさ、大丈夫ですみたいなやつだじゃん、横のさ、女の子。大丈夫ですよ。そうです。パパがって言ってたよ、なんか。あれ、坊ちゃんみたいな。あ、この病院の跡取り息子が僕みたいな。ああ、そういうことなのね。で、だって本読み合わせになったら、今度はだって立っていろいろやるわけじゃん。はい。めちゃくちゃ怒られました。嘘、そうなんだ。はい。何で。下手くそとか。下手くそって怒られるんだ。どこが下手くそ。下手くそとは言われないんですけど、もうちょっとこうしてほしいとか、いや、なんか違うんだよなとか。おえ、何回も何回も何回も。それは大変。本番でも緊張した。めちゃくちゃしました。ゼップって大阪でしょ。あ、はい、ゼップのナンバー。ナンバーだよね、はい。それお客さん来たの。結構そんなでもないんか。何人来たの。 2,3,000 人。そんなに入るの。 2,3,000。2,3,000人、うん、なんか呼ぶぞみたいな。あ、呼ぶぞだったのね。言ってましたけど、うん、まあ1000人近くは。あ、なるほどね。いや、だからさ、普通にさ、宣伝すりゃさ、めっちゃ来たのにさ、もったいない。宣伝、いや、やっぱりやめますって言ったもん。いや、主催者側からしたら、だって宣伝してほしかったに決まってんじゃん、そんなの。はい。ああ、そうなんだね。いや、今後はどうすんの。まだやっていくの。なんか頼まれてはいます。お、まだ出るんだ。ミュージカルと、うん、さっきみたいな短編劇が2本ぐらい。へぇ、うん、まあ、でも全部出るわけではない。ああ、まあ確かに。もしかしたらミュージカルだけかもしれないし、うん、まあ、短編劇2本。ミュージカルって歌わなきゃいけないじゃん。はい。どうぞ。いや、いやですよ。いやですよ。心配ないさって言って。心配ないさって。懐かない。大西ライオン。あ、そうなんだ。心配ないさってあれですか。大西ライオンのさ、あ、ライオンキングのやつの真似するやつ、はい、ああ、ライオンキング、うん、ありました。そうなんだ。ライオンキングありましたね。ライオンキング。やらないです、やらないです。なるほどね。ああ、じゃあ、まあでも今後じゃあそっちの方もやっていくかもしれんと。はい。だってずっとやってたわけだもんね、演劇は。まあ、演劇はもう高1からもずっとやって、うん、ました。いや、これはもうそっちの道に行ったらどうしよう。先生じゃなくて俳優業に行ったらどうしよう。いや、行けないと思います。行けないと思うんだ。絶対行けないです。なんで先生になります。やっぱ厳しい、俳優業は。はい。しんどい。しんどい。めっちゃ怒られるしね。はい。あ、でもスカウトをしてくれるなら待ってますみたいな。冗談ですよ。冗談ですよ。頑張って、スカウト、はい、あったら言ってください。まあね、集客力は絶対あるだろうからね。客層がちょっと良くなくなりそうで、ちょっと嫌だけど、その辺は。まあまあまあ、はい、っていう感じで。あ、一つだけ宣伝いいんですか。いいですよ。じゃあ、関西外国大学の演劇部の部員が今2人しかいなくて。はい、まあ、この動画を見ている
関西外国語大学の人インカレじゃないんでしょ、だってそこの人たちしか入れないんでしょ、はい、この動画を見ている関西外国語大学の方、はい、ぜひ演劇部入っていただければと思いますんで、はい、お願いします、はい、もう新入生たくさん来てほしいです。ああ、そうですね、はい、まあ、2、3、4年生、はい、関係なく、はい、まあ、遊びに来て、え、3、4年生も入れるってこと、まあ、短期も普通のも全部混ざって、全部混ざってて2人しかいないんかい。そうなんだ、どんだけ少ないんだ。新刊とかあるじゃないですか、うん、そこにも出店とかしせずに終わっちゃったみたいな。今部長なの。じゃあ今一応部長2人だけで部長なんだね。まだだって1年生じゃん、まあ、1年生で部長になっちゃったじゃん。1年生で部長になっちゃいました。あららら、なるほどね、はい、はい、ということで、藤川さんが部長の、はい、演劇部入っていただければと思います。ということで、俳優デビューした藤川さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、衝撃の事実がまさかね、伝えられるとは。俳優デビューなんですかね。わからん、もうその世界がわからないんで。もう舞台俳優じゃないのだって。まあ、そうですか、ね、はい、ということです。お仕事お待ちしております。あ、待ってます。ありがとうございました。はい。